林義郎は、千葉県阿鼻子市出身のプロゴルファー、ゴルフ指導者、解説者、長男の唯一もプロゴルファーである。第二次世界大戦直前の1930年代、貧しい農家であった一家を支えるために、小学校を卒業した林は、自宅近くの阿鼻子ゴルフクラブで、キャディのアルバイトを始める。大人顔負けの日銭が稼げる仕事でそれ以上のものでは、なかったが、 いち早くボールを発見し、利用客に喜んでもらうために一生懸命、客の構えとボールの方向をよく見ていた。毎日、目の前でプレーを見ているうちに、自然の成り行きで、ゴルフに見せられていくと、キャディの仕事の意味は一変。客のスタンスの取り方、グリップの形、テイクバックの上げ方、バンカーショットなど、目を皿のように観察し、練習する毎日となった。 厨房でコックがオムライスを作る手元を見ていた林は、そのフライパン返しの手首の返し方が、バンカーショットの上手い客の手首の動きに似ていることを発見。以来これが林の定評のあるバンカーショットとなり、バンカーはピンチでなく、チャンスという自信の礎となった。キャディトーナメントを経て1938年に16歳でプロテストを受け、 貧しい農家の息子であった林が当時、貴族、金持ちのスポーツと思われていたゴルフのプロになるなど、前代未聞の出来事であったが、結果は見事一発合格。時代は、次第に、軍事職を強め、特に、太平洋戦争中は、適正競技であるゴルフは、クラブを持つだけでも白眼視されるなど苦労を極める。3年目の1940年には、 国内のトーナメントも次々に中止され、林にも招集令状が来る。徴兵されて、世田谷のこの絵師団に入隊、一時プロ活動を中断。入隊後の仕事は、停鉄作りであったが、無駄なく滑らかな停鉄の打ち方を学ぶうちに林は、そうだ、これはまさに上から叩いて引くバンカーショットと同じなんだ。よし、停鉄の表面がバンカーだと思って、ハンマーが、 サンドウェッジだと思ってやってみよう。と気づく。低鉄打ちに明け暮れ、優秀な公務兵となった林はその技術を評価され、出兵せずに内地に残ることとなる。後に林は著書の中で、私は師団にいても片時もゴルフのことを忘れなかった。いつかはまたゴルフができる時が来るはずだ。ゴルフこそ、人生の生きがいなんだということを、強く心の中で思っていたのである。 と振り返っている。戦後にプロ活動を再開し、ゴルファーとしての初仕事は、芋畑や連平場になっていたゴルフ場を修復することであった。1948年の関東プロで戦前戦後を挟んで10年目の初優勝を果たし、宝塚ゴルフクラブで行われたエキシビションマッチに出場。右脇を締めて、 左脇を開けるフック打ち専門だった林は15番ホールで左足下がりのライで大空振りしてしまう。その様子を宮本と吉と戸田藤一郎に笑われてしまい、彼らは関東のゴルファーはこの程度かいなと言いつつも、林くん、よう見ときやとフックとスライスを打ち分ける見本を見せてくれた。右もあれば左もあるんやでの言葉から物事には様々なアプローチがある。 見たものや教わったことをすべて取り入れる柔軟さと自分のものにできるだけの技量が大事だと悟った。後に、その後のゴルフ人生を変えた出来事と語っている。その後は、日本プロで1949年にストロークプレー、1950年にはマッチプレーになったが、林は決勝で9から7という大会史上最多の大差で、小野光一を下して2連覇。 1950年には日本プロの2日前に終わったばかりの日本オープンも逆転優勝しており戦後の再開公式戦3つをいずれも取り世間をあっと言わせた関東オープンなども次々に制覇し戦後復興のゴルフ界に一躍トッププレイヤーとして踊り出た1952年にはアメリカシカゴタモシアンタで行われた全米ゴルフトーナメントと 世界プロゴルフ選手権に日本人として戦後初めて招待されるなど中村虎吉、小野らと共に復興期の日本ゴルフ界を支えた。1953年からは林の単独遠征となったがドルのない時代で遠征には苦労した。シカゴでは在留法人たちの声援を受けながら奮闘し、大和魂で行け、と激励された林は大柄な外人との組み合わせでも、 ドライバーショットの飛距離で互角に渡り合った。アメリカでは小柄な体から子供に間違われ、コースからつまみ出されそうになったが、ベンホーガンやサムスニード等の当時の一流ゴルファーの技術に触れ、いち早く取り入れた。1956年には、日本プロで7-6という大勝利を収めて3勝目を挙げ、1961年にも優勝して宮本と、 戸田の持つ最多優勝記録の4勝に並んだ。同年から試合形式が現在のストロークプレーに改められたが、林は藤井義幸を抑えて優勝、最初の王者になった。1956年にはカナダカップ日本代表に選出され、団体では石井道夫のペアでベン・ホーガンサムスニード、ボビー・ロックゲイリー・プレイヤー、アルボーリング スタンレオナルドに次ぎ、ケン・バウス・フィールドハリー・ウィートマンと並ぶ4位体の高成績を出して世界の注目を浴びる。この後は、石井と共に全英オープンにも出場した。42歳になった1964年には、痛風を発症するが、周囲の人々の親身なアドバイスや、家族の懸命のサポート、持ち前のポジティブな性格とゴルフへの熱い思いが一体となり、復帰。 そのたまものである、通風ショットは、後年、ゲーリープレイヤーが真似するほどのものであった。体調も戻ったが、48歳になった1970年には、交通事故に見舞われる。林は、後遺症で、首が曲がらず、腕も上がらなくなってしまった。必死の治療で1年後になんとかゴルフのできる体に、戻るが、プロとして、最前線で戦うことは難しかった。 シニアツアーに展示、アマチュアレッスンやテレビでのゴルフ解説なども行った。後進の育成にも取り組み、その門下からは、青木勲や尾崎正史、メ合はじめ、高野須奈美を、エビ原清治、福島明子など、一流のプロゴルファーを輩出し、阿鼻子一門と言われる。プロとしての第一のモットーは、上記の経験などから、技術は見て盗めであり、門下生にも徹底させた。 アマチュアにレッスンするときは、手のひらを上に向けて、ちょうだいと手を出したときの形でグリップを握る、あえてミスショットを教えるなど、独特ながらもわかりやすい教え方をした。プロ野球、西鉄対談をゴルフに転校した尾崎を、初めて見たときには、最初から、小技がうまい。これは、ものになると感じ、福島は、小学生の頃の素質を見抜き、賞金王、賞金女王6人を輩出。 身長 160cm、体重 58kg と小柄な体ながら強いリストから変幻自在の玉筋を繰り出し、特にアプローチとバンカーショットはプロが教えをこうなど、名人芸と言われた。芸ープレイヤーがアプローチの教えをこうなど、外国人選手からも尊敬を受け、高度なトリックショットはテレビ番組でたびたび披露された。 1979年から1984年には日本プロゴルフ協会副会長を務め、1994年に文部大臣スポーツ功労者、検証、2002年にアビコ市民文化スポーツ栄誉賞、2003年に日本ゴルフツアー機構よりゴルフトーナメント功労賞を受賞、2012年に第1回日本プロゴルフ伝道検証者、ゴルフレッスン会社、 楽園ゴルフの主催でもあった。2012年1月2日午前8時20分、老衰のため、茨城県内の施設で死去。89歳坊津。葬儀では青木が長寿を読んだ。改名は、玉山由徹おるありがとうございます。